よし、やっそ。はい、どうもレクラチャンネルです。岐阜県にまつわることに関するクイズです。なるほど。岐阜で一番高いビルはどこでしょう。正式名称、難しいですね、正式名称。でも動画の中で見たけど、これさ、無料で登れるっていいよね。あんなお金取っても夜景とかいい感じじゃん。違いそう。知ってる知識くっつけただけ。はい、行きます。せーの、岐阜シティタワー。あー、でもそれ一番かも。これはない。タワー43はない。うわ、シティタワーで聞いたことないな。岐阜シティタワー43まで行くんかな。はい、正解は、正解は岐阜シティタワー43。すげえ、行くんや、全部いるんや。現岐阜県知事の名前をフルネームで書いてください。ひらがなでもいい、漢字で。僕は書けるよ。これはちょっと書けない。岐阜の NPO 法人としてます。せーの、古田はじめ。誰？柴田つく人柴橋さんや。それ岐阜市長や。惜しかったな、柴は。取ったらじゃん。古田はじめ、漢字一緒かな。一緒やね。おお、偉いね、偉いね。正解は、正解は古田はじめさんですが、が、ね、が、が、はじめの字がですね、下が、あの筆の下と一緒。そんなに隠すあるの。そう、はるきさん、そうです、そうそう、これ。無理だ。じゃあこれ何、僕は名前あってたけど、はるきと聞きも同じ。同じってこと。マジか。これは屈辱。柴原さんと一緒かい。次の問題は、答えが一番近かった人を正解にしましょう。おお、そんなむずいな。岐阜県の面積は全国で何番目に大きいでしょうか。おお、これはドンピシャで当てたいな。まあ数字いいんだよね。はい、ではせーの、5、4、14はなくないか。14はないな、もっと上だな多分。これいい線やと思うけど、どっちかじゃないかな。はい、正解は7番目です。やったな。やったな。先生が正解。1番問題です。岐阜県の現在の市町村数を答えてください。市町村、市の数じゃなくて市町村、えぐい数じゃない、そんな。むずい、わ、全く予想がつかん。こんなもんでしょ。適当にもう行こう、こんなもんでしょ。はい、ちょっと多いかな。いい、はい、はい、せーの、20。市町村。市町村。嘘やろ。何をカウントしたのそれ。市町村やろ。岐阜市でいい、これ。あ、そうか。それ町内じゃない。なんかさ、いや、そうか。だって山形市とか固まってるのさ、本当は三つぐらい。山町。じゃあ、あれ山形市。あれ山形市。あれは山形市だから。なるほどね。いやでも合併前とかはこうだったかもしれないね。結構くっついたからね。いや、それで言ったら30な気がしてきたな。はい、はい、正解は42個。おお、それか。じゃあ次の問題は2択になります。マジ、つらってるじゃん。はい、はい、電気の周波数は東日本と西日本で50Hz と60Hz に分かれてます。ありますね、はい、はい。で、岐阜県はどちらでしょう。え、それ何を答えるの。東か西かを答えるの。50Hz か60Hz か。そうなるとむずい。どっちだろう。どっちがどっちかも分からんの。西日本が60。あ、それは教えてもらえるんだ。はいはい、東日本が50。 OK、はい、これはね、社会の教科書に載ってます。それは社会、小学校で公民の最初で習います。13歳小学校でもいたもん。どん兵衛の味とかでも言うよね。あ、言うね。でもね、それでちょっと違ってた。あ、これだけ違った気がする。え、そうなの。工学部だよね。工学部だよ。ちょっとあんまりできません。リクマするけど。せーの、
60。正解は正解は60平米。どんべえ、だ全部西日本や。あ、全部西日本、ね、どんべえの方も味は西日本っていう。あ、そうだね。さあ、でこっからあと3問は3択です。岐阜を誇る白川郷が世界遺産に登録されたのは次の3つのうち何年でしょう。1、1985年、2、1995年、3、2005年。2005なんて最近やん。あー、なるほどね。はい、15年前、めちゃくちゃ最近で。これは何だろう、これダメじゃね。もう自信ある。ないけど、これ。はい、せーの、2005。あ、わかれた。1985。え、だってなんか世界遺産登録ブームがあったじゃん。富士山とかさ、知床とか最近じゃないですか。あ、富士山は最近でしょ。だから、その中の1個じゃん。正解は2番の1995年でした。恥ずかしい、全部買ってないかもしれない。飛騨でお土産として有名なサルボボありますね。ですが、サルボボのボボの意味は次のうち、さっきの、さっきの、さっきのヘッツキボボ。あれとは違う。違います。ひだってくじゃなくていいか。お、知っとるってこと。いや、でも知らんけど。あ、いい。ひだってくじゃなくていこうか。ボボはサルボボのボボね。ボボ自由に来たよ。え、ボボボボボボボの関係はある。一発ない。ない。考えれば出てきそうなのか。無理。いや、むずいんじゃないですか。じゃあ、三択にしようや。三択じゃ。1、人形。あ、はい、そういうことね。2、飛騨。3、飛騨。3、赤ちゃん。どうしたの。でも1と3はさ、猿の何々って言えるやん。うん、猿の飛騨って2番言わないじゃん。確かにね。だからこれか。名前1ね。はい、OK。はい、せーの、3番。あ、みんな一緒だ。正解は3の赤ちゃん。あ、そうなんだ。え、何書こうとした。これは、え、すごっ。え、僕はあれ書こうとした、あのお守りって意味かな。あ、もうラスト。じゃあラスト1問、僕は1億ポイント。1億ポイント。違った人がもうダメですね。うかいは約何年の歴史があるでしょうか。1、700年、2、1300年、3、2000年。2000年前って船あったんかな。うわー、そうか。1300年前っていうのが700年だから、なんて言えば平城京か。で、700年前っていうと1300年。むずっ。2000年はないだろうぐらいしか。いや、わからんよ、2000年。2000年だよ。2000年だよ。期限で終わったぐらいでしょ。そうそう、西暦20年。はい、いきます。せーの、700年前。今俺だけちゃう。俺だけちゃうんだ。正解は、さあ、いきますよ。正解は2番の1300年。すごいね。古いね、結構。だぜ。マジか。そんな昔がさっきの話だけど、世襲で繋がってきてるってすごいね。すごいね、途切れてないってことで、男気クイズ大会でございましたが、最後ね、正解者アルキングが罰ゲームを一個してくれるそうです。あれ、なんか男気クイズ大会勝った人が。そうそうそう。じゃあ、1個前の動画見れば分かる正解ですやつですよ。だから、心霊霊媒師に出てきた、に出てきたやつ。ああ、そういうことね。はい、はい、いきますよ。何もなかった。
チャンネル登録お願いします。